ここ数ヶ月ばかりの間で突如として姿を消した DJ スピリタスこと時枝親方。多くの者がその身を心配し行方を探るのだが、一向に手がかりもなく途方に暮れている頃だった。歴史古書の大どんでん返し江戸の乱に時枝親方と似た人物、35万石城主時枝門左衛門を発見する。時同じく彼の家を訪ねた仲間が彼の庭の隅に大きな井戸を発見し、それが向こうの時代へと通ずるタイムスリップ井戸ということに気づいたのだった。皆のものびっくりしておったか。僕はな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。上がってもよろしゅうございますか。おう、入れ入れ。殿、どうした。何事じゃ。先日の大雨豪雨で被害により、倉敷の方も風評被害で客足の方が減り、美観地区は多大な損益を。それは困るな。わしらの飯が食えぬじゃないか。一度出かけてみるか。そうなのですが、多くの家臣の者が真備の方に行き、シート策を練りますか。そうだな。近場に猿がおるのですが、そちらの方で猿を家来にするのはどうでしょう。そんなことができるのか。わしは桃太郎か。でもやってみるかの。倉敷行くのにはな、家来がいるからの。行ってみるか。よし、次行くぞ。こちらで、そうじゃの、家来を。あやつが強そうじゃの。こいつ、お、こいつの良さそうな顔してるぞ。あいつ仲間じゃないのか。おい、ついてこんのか。暮らしていくぞ、まだ。分かってないよ、おじさん。お前強そうじゃの。強そうやな、自分。なんかいいですね、すごい。子供がいてお母さんがいるね、お父さん、ね、手袋一緒もらって、悪いの取ってもらって。ダメですね。そうですね。ちょっとなかなかね、今日はみんな待ってほしいよ、おられる。まあ、そう考えると桃太郎いうのはすごいですね。ね、犬猿記事仲間に従えて、猿を仲間にするってよっぽどですよ、これ。みんな家族連れでね。はい、やってまいりました。ね、今日はちょっと神馬の滝にやってきましたね。猿を仲間にしようと思ったんですけど、なかなか難しい。猿とはね、会話できないですから。そうですね、やっぱり、ね、警戒も、まあ人に慣れてると思うんですけどね、野生の猿よりはだいぶ優しいのかなと思いますけど、まあ仲間にするのは難しいかなということです。はい。で、ここは湯原の奥津県県立自然公園ということで、ここもね、すごいいい場所です。野生の猿に会えるんで、皆さんもぜひね、来てほしいなと思います。マイナスイオンもすごいですし、滝もね、さっき人気だと思う。はい、自然があるということで、はい、まあ、仲間にはできなかったですけど、はいはい、次があるんでね、次があるんでね、行ってみましょうかね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。